麦大正像大罪師でございます。昨日から痛くなってとうとう宮間も杖でございます。ダブル杖でございます。私とミャンミャンとミャンミャン虫が二人とも杖でございます。昨日は千葉県、千葉から来てね、遠足だね、うん、遠いね、みんな遠くから来てるね、うん。うん、あっちから行くよ、うん、漁港大罪師でございますよ。何で将軍？そうよ、何でしたの？そっちじゃないか。あ、これかな、うん、あっちかもしれないな、平らだからな、うん。海だったの、持ってきたわけじゃない、そうだね、左失礼でございますよ、うん、楽だよ、うん、今日暑いです。はい、よし、25度があるか、また出てくるけどね、うん、うん。モロだもん、モロでございます。うん、そうだね。あ、峰子さん、峰子さんとあっちに海をね、うん、あれは泣いてくれるといいんだけどね。あれ、じゃあここでちょっと休憩しましょう、うん。富士が隠れてしまいました。見えるよ、ん、てっぺんが見えるよ、うん、あ、ちょっとだけ見えます、てっぺんがね。昨日初冠雪だそうでございます。
けど、ちょっと見えてきた。大山は見えるんだけどね。大山綺麗。うん。富士がね、ちょっと雲多い。高山の何だろう。もっと右の方。あの小さな山あたりじゃなくて。うん。うん、近づいてきたね。うんうん、6人乗ってるね。うんうん、そこから出てきたんだよ、江ノ島から、うん、あれ小さな観音があれば、ね、あ、そうだそうだ、二人乗りと、ほら、一人乗りと、うんうん、そうだ、練習してんだよ、今日は波がないからいいんじゃない、うん、うん。